皆さん、こんにちは。今回はパリオリンピックでの女子バスケットボール日本代表の予選敗退について詳しくお伝えします。東京オリンピックで銀メダルを獲得し、大きな期待を背負って臨んだパリオリンピック。しかし結果は3連敗での予選敗退という厳しいものとなりました。最後の試合となったベルギー戦を振り返りながら、この結果に至った経緯や選手、監督、そして周囲の反応を見ていきましょう。まずベルギー戦の詳細から見ていきます。8月4日に行われたこの試合、日本代表は FIBA ランキング26位、対するベルギー代表は6位と世界ランキングでは大きな開きがありました。試合結果は58対85と27点差での敗北となりました。第1クォーターから苦しい展開が続き、日本は7対19と大きくリードを許します。第2クォーターでは赤穂ひまわり選手が日本チーム初のスリーポイントシュートを決めるなど、反撃の兆しも見せましたが、23対39と点差を縮められないまま前半を終えました。後半に入ってもベルギーの猛攻を受け続け、第3クォーター終了時点で39対61とさらに点差が開きました。第4クォーターでは林崎選手が意地のスリーポイントシュートを決めるなど奮闘しましたが、最終的に27-7差での敗北となりました。この試合、日本代表は林選手が13得点、マウリエブリン選手が12得点と奮闘しましたが、チーム全体としては力及ばず、3連敗でのグループステージ敗退が決定しました。試合後、主将の高田真希選手は、高さやリバウンドですごくやられた、なかなかうまく攻めることができなかったとコメントし、ベルギーの強さを認めつつ、自チームの課題を率直に語りました。一方、恩塚徹ヘッドコーチは、選手たちはベストを尽くしてくれた、その選手たちを勝利に導けず責任を感じていると述べ、敗退の責任を自身に求める姿勢を見せました。さて、東京オリンピックで銀メダルを獲得したにもかかわらず、パリオリンピックで予選敗退してしまったことに対する周囲の反応は様々です。多くのファンや関係者が落胆の声を上げる中、この結果の背景にある問題点にも注目が集まっています。その一つが、恩塚ヘッドコーチと選手たちとの間に存在すると言われる深い溝です。恩塚コーチは2021年9月に就任しましたが、その指導方針や戦術に対して選手たちとの間に齟齬があったとされています。恩塚コーチは走り勝つシューター軍団を目指し、複雑な戦術を盛り込んだ台本と呼ばれるマニュアルを選手たちに配布しました。しかし、この戦術が選手たちにうまく浸透せず、一部の主力選手からは反発の声も上がっていたと言われています。あるスポーツライターは次のように分析しています。恩塚ヘッドコーチは新設の東京医療保健大学をインカレ2連覇に導くなど、学生の指導に定評はあったものの、代表監督としての手腕は未知数だった。就任後は学生を諭すような指導が選手に受け入れられず、一時的にチームを離れた選手も少なくありませんでした。恩塚ヘッドコーチと選手との溝が最後まで埋まらなかったことも、今回チームとして機能しなかった原因の一つではないか。この溝の問題は単に戦術面だけでなく、コミュニケーションや信頼関係の構築にも影響を与えていたと考えられます。プロフェッショナルな選手たちに対して学生指導のような接し方を取ったことが、チームの雰囲気や団結力にマイナスの影響を与えた可能性があります。また恩塚ヘッドコーチの選手選考に対しても批判の声が上がっています。ファンからは SNS 上で、やっぱ渡嘉敷必要だわ、190センチ超えの渡嘉敷ライムがペイントエリアいるだけでだいぶ違うと思うけどな、高田だけでは限界がある、渡嘉敷を代表にしなかったからじゃないの、ゴール下にいてるだけで相手脅威でしょ、東京五輪の時よりもここで渡嘉敷ライムさんがいたらなと思う場面が多いのはなぜだ、かたくなに渡嘉敷を入れなかったのは本当に悪手だったと思う、お声も落とすしと恩塚ヘッドコーチの判断に批判が相次いでいます。身長193センチを誇る渡嘉敷ラム選手は、日本の絶対的エースとして活躍してきました。2016年リオデジャネイロ五輪では日本の8強進出の立役者となりましたが、東京五輪は右膝の重傷で無念の戦外となりました。しかし今季はエネオスでプレーして W リーグで得点王に輝くなど大活躍を見せ、パリ五輪に向けて大エースの復活に期待が高まっていましたが、
まさかの落選。もちろん戦略上の組み合わせなどを恩塚ヘッドコーチは考慮したとみられますが、今大会は相手の高さに圧倒される場面が多かっただけに、切り札として招集しておけばと惜しむ意見が相次いでいます。これらの問題が重なり、東京オリンピックで見せた日本代表の勢いや団結力がパリオリンピックでは発揮できなかったと分析する声も多くあります。そんな中、注目を集めているのがホーバスヘッドコーチ出戻り待望論です。トム・ホーバスヘッドコーチは東京オリンピックで日本代表を銀メダルに導いた立役者です。現在は男子日本代表を指揮していますが、女子代表の主力選手たちの中にはホーバスコーチの再登板を望む声が少なくないと言われています。先ほど紹介したスポーツライターはこの点についても言及しています。ホーバスヘッドコーチの戦術は最初から最後までフォーメーションが決められており、選手からはやりやすいと評判だった。選手層が厚くなった男子とは違い、女子は発展途上で依然として世界と差がある。パリ五輪後には女子代表ヘッドコーチにホーバス氏が復帰する可能性は十分あります。ホーバスコーチの戦術は選手たちにとって理解しやすく実践しやすいものだったようです。また彼のリーダーシップや選手とのコミュニケーション能力も高く評価されていました。これらの要素が東京オリンピックでの成功につながったと考えられています。しかしホーバスコーチの復帰が実現するかどうかは現時点では不透明です。現在男子代表を指揮している彼が再び女子代表に戻ってくる可能性はあるものの、それには様々な障壁があるでしょう。男子代表との契約状況や日本バスケットボール協会の方針など考慮すべき要素は多岐にわたります。またホーバスコーチの復帰を望む声がある一方で、日本人指導者の育成や新たな外国人コーチの招聘を求める意見もあります。日本バスケットボール界の長期的な発展を考えると、単にホーバスコーチに頼るだけでなく多角的なアプローチが必要だという指摘もあります。この状況を受けて日本バスケットボール協会は今後の方針について慎重に検討する必要があるでしょう。パリオリンピックでの敗退を教訓に、チーム体制の見直しや選手と指導者の関係性の改善、そして長期的な視点での強化計画の策定が求められています。さらに今回の敗退の原因として他国の急速な成長も指摘されています。東京オリンピック以降、多くの国が女子バスケットボールの強化に力を入れており、世界の競争レベルが急速に上がっています。日本代表もこの世界の潮流に乗り遅れないようさらなる進化が必要とされています。また今回の大会では主力選手の山本麻衣選手が脳震盪のため2試合連続で欠場するなど不運な要素もありました。山本選手は日本の大きな得点源であり、彼女の不在は大きな痛手となりました。しかし一人の選手の欠場でチーム全体が機能しなくなるようでは真の強豪国とは言えません。この点も今後の課題として認識されるべきでしょう。パリオリンピックでの敗退は日本女子バスケットボール界にとって大きな挫折となりました。しかしこの経験を無駄にすることなく、次の大会に向けて着実に歩みを進めていく必要があります。今後は選手と指導者の信頼関係の再構築、戦術の見直し、若手選手の発掘と育成、そして国際大会での経験値の蓄積など多岐にわたる課題に取り組んでいかなければなりません。また日本の強みである速攻やシュート力を生かしつつ、高さやパワーで劣る部分をどのようにカバーしていくかも重要な検討事項となるでしょう。ファンの皆さんにとっては今回の結果は大きなショックだったかもしれません。しかし日本女子バスケットボール界の潜在能力は依然として高く、適切な改革と努力次第で再び世界の舞台で輝く日が来ることでしょう。次の大きな目標は2028年のロサンゼルスオリンピックです。そこでの活躍を目指して選手たちは今後も懸命に努力を続けていくことでしょう。私たちファンも長期的な視点を持って彼女たちの成長を見守り応援していく必要があります。最後に今回の大会で奮闘した選手たちに心からの敬意を表したいと思います。結果は残念なものでしたが、彼女たちは最後まで全力を尽くしました。この経験を糧にさらなる高みを目指して頑張ってほしいと思います。いかがでしたでしょうか。まさかの3連敗での予選敗退、
日本バスケットボール協会には今回の結果を真摯に受け止め、徹底的な分析と改革を行うことを期待します。日本の女子バスケットボールが再び世界の頂点に立つ日を私たちは心待ちにしています。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。